ヒステロイド性抗炎症薬は、抗炎症作用、鎮痛作用、下熱作用を有する薬剤の総称。頭文字を連ねて、短縮表記されることも多く、炎制度や炎せずと表記し、括弧内の発音をされる。頭痛、発熱、炎症の治療に用いられる。代表的な炎制度には、アセチルサリチル酸、イブプロフェン、ロキソプロフェン、ジクロフェナクがある。 エンセズというのは先行するステロイド系、抗炎症薬の副作用が問題視された後に、登場したステロイドではない抗炎症薬。炎制度海洋のような、死亡につながる、可能性のある副作用は2000年前後に、アメリカ合衆国で、毎年3200人、あるいは過剰推計ともされるが16500人が、死亡しているという2つの推計がある。様々なエンセズは、 医学的作用には大差がなく異なるのは容量、服用方法である。エンセズの胃粘膜保護に関する試みで最も成功したのはアセチル化と pH の調整、また胃粘膜保護作用を持つ薬剤との併用である。遺産分泌抑制効果のある H2 ブロッカー、ラニチジンやミソプロストールがアメリカ合衆国では最も成功した薬剤である。 例えば、ジクロフェーナクトミソプロストールを合剤にした、オルソテックなどもあり、非常に効果的だが、効果である。日本では、バファリン等の合剤がある。一般医を受診する患者の25%は、変形性関節症で、その半数から、すべての例が炎せを処方される。65歳以上の人口の80%に、X 線上優位な変形性関節症が、 存在するとされており、そのうち60%が、頭痛などの症状を訴える。2001年には、アメリカ合衆国では7000万錠のエンセズが、処方され、300億錠が薬局で販売された。単語、ヒステロイドとは、糖質コルチコイドでないことを意味する。グルココルチコイドは抗炎症薬の主要なグループを、構成するが、1950年代には、 グルココルチコイドに由来する異言病と思われる症例が多数報告されるようになった。このため、1960年代に開発された新しい抗炎症薬の一群がグルココルチコイド系ではないことを知らせることが重要とされ、遠征度という概念が一般化されるに至った経緯がある。ヒステロイド性抗炎症薬には選択性のものと非選択性のものがある。 最も一般的なヒステロイド性抗炎症薬の多くはすべてのシクロオキシゲナーゼ活性を可逆的に競合阻害する。アラキドン酸が結合するシクロオキシゲナーゼの素水性チャンネルを封鎖することでアラキドン酸が酵素活性部位に結合することを防いでいる。例外はアスピリンでこれはシクロオキシゲナーゼをアセチル化することで阻害する。 これは不可逆的な反応であり、核を持たずタンパク合成ができない、結晶板にとっては不可逆的な作用を持つ。この特性からアスピリンは、冠無理動脈疾患や、脳梗塞の器用のあるものに対して投与される抗、結晶板薬として用いられる。アスピリンの抗結晶板作用は、退役後、結晶板の寿命である、約10日間持続する。シクロオキシゲナーゼ1は、 向上的に発現しており、胃壁の防御作用に関与している。胃壁が自ら分泌する、胃液に含まれる胃酸により溶かされないよう防ぐのに必要である。COX-1 が阻害されると、胃潰瘍や消化管出血の原因となる。一方 COX-2 は、炎症時に誘導されるプロスタグランジン合成酵素であり、炎せの抗炎症作用は、 COX-2 阻害に基づくと近年考えられ COX-2 を選択的に阻害する新しいエンセズが創生されている。特に酸性エンセズは強いシクロオキシゲナーゼ活性阻害を有しており COX によりアラキドン酸からプロスタグランジンが合成されるのを阻害する。プロスタグランジンには炎症 発熱作用があるため結果的にエンセズは、抗炎症作用、鎮痛作用、下熱作用を持つ。パラセタモールもシクロオキシゲナーゼ活性阻害作用を持つため、エンセズに分類されることがあるが、明らかな抗炎症作用は持たず、真の意味でのエンセズではない。近年まではっきり解明されていなかったが、この抗炎症作用の欠落は、 アセトアミノフェンのシクロオキシゲナーゼ阻害作用が中枢神経系に主に作用するからと考えられている。この中枢神経に存在するシクロオキシゲナーゼは COX-3 と呼ばれる。1829年に初頭に鎮痛効果があるとして民間療法で用いられていた柳の樹皮から初めてサリーチル酸が分離された。ヒステロイド性抗炎症薬は 少量で鎮痛効果、大量投与で抗炎症効果がある薬物として重要なものとなった。以前は処方箋が必要であったが、現在ではイブプロフェンなどは薬局で販売されるようになっている。古くはリウマチなどの重篤な疾患にのみ処方されていたが、スポーツや事故による怪我の鎮痛、腰痛や手術後の鎮痛にも処方されるようになって、久しい。 癌や冠動脈疾患など他の適応についての研究も続けられている。分娩直前では胎児の動脈管の閉鎖を引き起こすため絶対に服用してはならない。また手や指で部位を塗布した場合犬や猫などの愛顔動物が何らかの経緯で中毒を起こし健康を害したり死亡させる事例が確認されている。大量に消費されているため 副作用も多く出現する。最も多いのは、胃腸炎で軽い胃部不快感から、治療に長期間を要する、重篤な出血を伴う海洋までが起こりうる。エンセズの注意点としては、消化管潰瘍の副作用、全息患者に合併する、アスピリン全息また各種アレルギー反応、腎障害というものが挙げられる。 入気の論薬との併用、妊婦への投与は製剤を選べば、副作用回避が可能とも言われているが、用いない方が無難とされている。他の副作用としては骨折の治癒を阻害する。心血関係では血小板機能を阻害し、出血を止まりにくくする。また、腎機能障害や、腎のプロスタグランジンを阻害し、血圧調整機能を障害する。以上の理由で。 慢性心疾患、人機能障害、血圧以上の患者に、エンセズは慎重に使用する必要がある。エンセズは、体の障害によって産生される、プロスタグランジンの合成を阻害することにより、効果を発揮するが、プロスタグランジンは、炎症と疼痛をもたらすだけではなく、胃内膜などの再生に関わるなど、必要な役割もある。ロキソプロフェンナトリウムによる、 急性異界用遠ズの胃腸障害作用は容量依存性であり、多くの場合致命的となる、胃線孔や上部消化管出血を起こす。おおむね遠ズを処方された患者の10から20%に消化器症状が現れ、アメリカでは年間に10万人以上が入院し、1万6500人が死亡している。また、 薬剤が原因の救急患者の43%をエンセズが占めている。このような事態の多くは、本当は避けられたとする研究結果もある。ある研究によると、エンセズを処方された患者の42%は、実際は、不必要な処方であった。毎年アメリカ人の16,500人が死亡と、いうのは1999年の統計を、 米国人口に当てはめて推計したもので、後に過大評価との指摘もあり、2004年には1990年代の死亡率データから3200人としているが、実際には、この推計は異なる、時期の異なる、患者集団を元にしており、より適切な臨床試験がなければ正確な評価は困難である。エンセによる、プロスタグランジン酸性抑制、人血管収縮による、 人血流量減少ヘンレループでのナトリウム、最吸収増加氷尿ホルモン作用更新、尿量減少となり、人血流量低下と、尿量減少から、人機能低下例では、人不全に至ることがある。連用した場合は、薬物乱用頭痛を引き起こす。英国国立医療技術評価機構は、アセトアミノフェンアスピリンエンセズを単独。 または併用の服用が月に15日以上ある状態が3ヶ月以上続く場合薬物乱用性頭痛の可能性が疑われるとしているエンセズは様々な種類が知られているエンセズの選択において重要なのはその使い分けが治療に本質的な差を生むことはなく副作用のコントロールのためと考えて行うことである患者の QOL を考慮した技術に過ぎない 前述のように COX-1、2を共に阻害すると消化管の障害が出現するため CO、COX-2 選択性の高い薬剤が開発された。セレコキシブが選択的 COX-2 阻害薬であり、エトドラクやメロキシカムやナブメトンは COX-2 選択性が高いが CO、COX-1 にも作用すると考えられている。 結晶板業種抑制作用のあるプロスタサイクリンが COX- に阻害により減り相対的にトロンボ期 3A2 の働きが強まり血栓傾向が高まり新血管事故が増えることが分かり全米で3万件近い訴訟が起こるなど一大問題となったメルクが開発したロフィコキシブは自主回収になった2002年にシモンズラが アセトアミノフェンに関連する新たなアイソザイムを発見したと発表した。COX-3 は主に中枢神経系に存在する COX-1 の変種でアセトアミノフェンなどの鎮痛症炎剤によって阻害されるとされ、チャンドラセクハランラにより構造が決定、発表された。ただしその後 COX-3 の存在を疑問視する。 研究結果も発表されている。ありがとうございます。